原田武雄タケポンの AI 美女制作や Facebook 性的画像投稿を耐え難いと思うのは僕が教養だからなのか、こんなのが元外交官なのだからパックスジャポニカなんて絶対に無理だ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、タケポンのですね AI 美女制作であったりですとか、あとはタケポンがですね、Facebook に投稿しているこう性的画像についてのお話となりまして、まあ、私の思うところをですね、率直に語りたいなというふうに思います。で、普段の配信と比べてですね、短時間のバージョンとなりますが、本日もどうぞよろしくお願いいたします。で、タケポンにおかれてはですね、AI の修士号を取ったことを活用してですね、数ヶ月くらい前からとなるかと思いますが、AI で作成した美女ですね。その美女というのはですね、胸元が過剰に強調されたものであったりですとか、あとはこう下着が見えるものだったりするような、そのようなこう、まあ、AI の、 美女なんですけども、そのような画像をですね、イーシアの YouTube チャンネルであったりですとか、あとは自身の Facebook の方でこう積極的に投稿露出させているというような状況にあるんですね。で、結論から先に申し上げると、僕にとってはですね、そのような、まあ、AI 美女の、画像なんですけども、まあ、耐え難いものであるというところが実際のところです。まあ、なぜ耐え難いのかといえばですね、まあ、そこに合理的な理由などは実は存在はしていなくて、こう理屈抜きのですね、まあ、嫌悪しか覚えないというところなんですね。まあ、嫌なものは嫌、ダメなものはダメとしか言いようがないというような、形です。おそらくタケポンに置かれてはですね、この配信聞いているかと思いますので、こう一つこう語りかける形となるんですけども、なぜわからないのかということなんですね。聡明な庶民であったりですとか、こう良識ある庶民であればですね、120% と言っていいかと思いますが、まあ、あのような画像をですね、こうただひたすらに気持ち悪いというふうに感じるはずなんですね。で、このような話をするとですね、それは人それぞれなんだから、こう目くじら立てるなというようなことをおっしゃる方が必ず出てくるわけなんですが、それは違うんですね。公序良俗に反する行為に対しては、人それぞれという考え方は適用できないからなんです。タケポンは公の人、公人です。元外交官であり、世界31のシンクタンクの代表でありますね。そのような人物がですね、こう胸元を過剰に強調した AI 美女であったりですとか、こう下着を露出させるようなこう AI 美女をですね、まあ、公にさらしてですね、でなおかつこう危機としているというようなことはですね、これは大げさではなくて、本当にこう日本の恥でありですね、まあ、国益を損ねているというふうに僕は思います。で、最近あるご視聴者様の方からですね、タケポンの方がですね、この AI の美女にですね、イーシアのデイリーレポートを語らせるコンテンツをですね、なんと有料でローンチする計画があるというふうに聞きました。で、ローンチするのはですね、まあ、年明けぐらいというふうにはお聞きしたんですけども、で、まあ、もしこの配信をですね、イーシアのですね、会員の方、現役の会員の方がもし聞いてくださっている方がいらっしゃればですね、そのようなこう AI 美女の方にデイリーレポートをですね、こう語らせるようなコンテンツを出した日にはですね、これも本当に先ほどの繰り返しになりますが、こう日本の恥でありですね、まあ、国益を損ねているというふうに言ってもこう過言ではないというふうに思いますので、ぜひですね、そのようなコンテンツをこう世に放つのはですね、ぜひやめていただきたいというところで、ぜひ声を上げていただきたいなというふうに思います。で、今日は最後となりますけどもね、まあ、今回私の方からはですね、まあ、タケポンが制作した、まあ、AI 美女についてですね、こうまあ理屈抜きで私は嫌なんだと、ダメなものはダメなんだというふうなことを申し上げたわけなんですが、こうぜひですね、ご視聴者様の方からもですね、まあ、理屈込み の言説でももちろん大歓迎ですので、まあ、ぜひこのようなですね、こう AI 美女をですね、しかもこう性的な、まあ、画像なども含めてですね、こう AI 美女をこう公にすると、いうようなこうビジネス戦略についてですね、まあ、ぜひ忌憚のないご意見をいただきたいなというふうに思っております。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。